マドンナちゃん、こんなところで何してんの？あ、白金先輩、四季君の居場所知りませんか？さあ、そういえば俺は新学期に入ってからまだ見てないね。そうですか、わかりました、ありがとうございます。そういえば、今までどうしてたの？ちょっと短期留学。留学？そうなの？どこへ？アメリカ。どうして急に？呼び出された。誰に？ひげもじゃのおじいちゃん。ひげもじゃのおじいちゃん、その人は四季君とどんな関係なの？知りたい？知りたいよ。私、四季君のこと何も知らないなって気づいたんだ。だから四季君のこと知りたい。いつか、その時が来たら話す。その時は来る？あんた次第。それじゃあ私頑張る。頑張らなくていい。あんたはあんたのままでいればいい。そう？でも気に病むことない。こういうのってタイミングとかいろいろあるから。そうなの？うん、だから大丈夫。そっか、わかった。ねえ、いなかった間に起きた出来事を話して。その前に寒いからちょっと待ってて。はい、カイロ代わり。わ、ありがとう。ね、新学期が始まってから大変だったんだよ、生徒会が。和樹会長、卒業しちゃったね。ぬいぬいの分も頑張るぞ。うん、そうだね。はい、頑張って片付けましょう。翼くん、私も手伝うよ。初期、ありがとう、すごく助かる。今日だけは特別に僕も手伝いますよ。そらそらも助かる。
星を見よう。四季くん待ってた。私も会いたかった。卒業式終わったね。うん。お疲れ様。片付け大変だった？たち卒業しちゃった。寂しい？うん。当たり前にそばにいてくれた人がいなくなるのってやっぱり寂しい。みんないつかはここを巣立っていく。あんたも。うん。それこそ実感湧かない。もう1年後なんだよね。寒い？あ、この方が暖かいから。うん。そのままでいい。隠す必要はないから。ありがとう。みんな私の元からいつかは去っていっちゃう。そんなことはない。あんたのそばに寄り添っている。そうかな。それにあんたが気づかないとダメだ。出会いがあれば別れもある。でもあんたが気づいた絆は別れた後も続く。ずっと？うん。あんたが絆を諦めない限り。諦めたりしないよ。絆はね、どんなに強くても何もせずそのままにしていたらいつか弱くなってしまう。そのために会ったり電話をしたり絆を続ける努力が必要。うん。でもあんたは諦めないって言った。うん。だから大丈夫。ありがとう。何も不安に思わなくていい。運命なんて言葉にしてしまうと陳腐だけど、出会うべくして出会ったんだと思いたいし、思われたいな。うん、そうだといい。ありが…なあははは。翼、初期先輩いる。二人ともこんなところで何してるの？
先輩方こそ何してるんですか？なんとなく星が見たくなってね。俺たちと一緒だ。僕は翼のお目付け役です。危ないものを持ってたのでついてきました。危ないもの？危なくないのだ。お星様キラリンマシンだぞ。そんなの使わなくても星は綺麗に出てるだろ。もっとたくさん見えるようにするな。別に今日は曇ってないし、これ以上たくさんの星を見るには星を作るしかって、まさか。なあ、あずさの言う通り星を作るんだ。え、作れるの？うむ、作れる。すごいだろ。すごい。はあ、頭が痛い。まあまあ、あずさくん、今日は卒業式で成功したし、もしかするともしかするかもよ。そうでしょうか。ヌを信じるね、あずさくん。わかりました。先輩に免じて今日は目をつむります。ありがとう。それじゃあ準備をするのだ。手伝う。どんな発明かな。爆発しなければもう何でもいいです。そうだね。何をしてるんだ。え、宮地先輩。皆さんお揃いのようですね。隼人君、こんばんは。何をしてるんですか。準備できた。みんな注目。花火を星形にしてみたのだ。ヌが星を作った。綺麗。翼、さっきの言葉取り消す。これで冬に終わりを告げるのだ。夏じゃなくても花火は綺麗だな。そうですね。冬の花火は希望の光のような気がしますね。光、最後くらいは明るく終わりたいのだ。そうだね。行かないでね。